い、皆さんこんにちは。モチベーションとコミュニケーションスクールの桐生です。よろしくお願いします。今日もモチベーションとコミュニケーションスクール水道橋会場を、ね、担当している広瀬講師お越しいただいてます。ありがとうございます。広瀬美樹、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。広瀬講師はもう キャリアカウンセラー、もうあの、はい、面接とかね、キャリアをこう相談乗るとか1万人ですか、もうご担当された方。そうですね、はい、あの会社員だった時に1万人で、今現在も続けておりますので、さらに続けております。なるほど。もうあのね、品格漂う貴婦人のような方なんですけれどもあのメンタルはあのあれですからね、男ですからね、はい、強烈なメンタルをお持ちのこの見た目とメンタルのこのギャップが面白いっていう、いや本当に大好きな講師でございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、今日のテーマはですね、まさに面接です。はい、はい、面接に関して、今日は30秒でお答えしていただこうと、30秒コーナーということで行ってみたいと思います。広瀬講師には、アドリブで3問質問させていただきますので、30秒でスパンと答えていただくと、ほぼね、はい、打ち合わせない状態でやってますけれども、これぞね、まあ、やっぱ我々もお仕事ですからね、プロとしての。はい、受け止まりましたハードルがまあ、リラックスで楽しんで回答していただければと思います。はい、じゃあ、早速いってみましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日テーマ、面接に関しての質問でございます。はい、第1問、聞こえました？ギリギリ聞こえました。はい、聞こえましたね。はい、これがあのスタートっていう意味です。第1問、はい、面接で非常に、緊張してしまいます。緊張しない方法は何かありますでしょうか。用意スタート。はい、一方的にこうジャッジさん面とされるというイメージがあると思うんですが、これは本来お互いの情報提供の場で、こちら側も受ける側もですね、実はこの企業合うかなって判断する場なはずです。ですので面接はジャッジメントされる場ではないということで、イメージを変えていただくだけで緊張度合いも変わると思います。あ、ちょっと短かった。ありがとうございます。バッチリバッチリ、なるほど、ありがとうございます。短くですかね。いや、いいです、いいです、短く、もっと言いたいことがたくさんあるんですけれども、なるべくこう、ね、ギュッと締めてね。いや、でも大事なポイントでしたよね。やっぱりね、見られてる、評価されてる、よく見させなきゃっていうこの評価の呪縛にはまってると緊張しますよね。よく見られなきゃって無駄なパフォーマンス発揮しようと思いますもんね。これ違うと、はい、対等であると。はい、こちらもそうですね、先方ももちろん合うかなって見ますけれども、こちらの方も入ってからがスタートですから、実際に入って自分の、人生に合っているかとか、自分が活かせるかどうかということを面接の場で確認しに行くという非常に重要な場なので、こちらも見るという視点を持つだけで、おそらく緊張する場所というか意識の場所が変わるので、うん、こう一方的にガチガチになるということはなくなるのではないかと思います。なるほど、正解正解ありがとうございます。人間って2つのことを同時に意識できないですもんね。はい、なんか怒ったり笑ったりってできないかのように、見られてるっていうことと見に行くっていうこと、やっぱり同時に意識できない。で、いつも見られてるが強いんであれば、見に行くっていうことを強くしてあげれば、この評価を手放せるかもしれないですね。はい、素晴らしい。これマインドって部分ですね、今日はね。1つ目いただきました、ありがとうございます。じゃあ2つ目いきますよ。はい、質問、あ、見た、これだ聞こえました？はい、ギリギリ聞こえました。これなんかね、音が聞こえづらいみたいなんですよね、これね。このちょっと、はい、このジャジャンだけね。はい、今のが聞こえました。あ、はい、ありがとうございます。この時間がいらないって話ありますけどね。このジャジャンのやりとりね。はい、じゃあ2つ目いきますよ。はい。じゃあ、第2問いきます。はい。面接で、言いたいことがうまくまとまらない時があります。端的にまとめるにはどうしたらいいでしょうか。どうぞ。はい、最適な型にはめて話すことをお勧めします。人にはそれぞれ話し癖があったり、
あとは理解されてるかなって不安になるとつい長く話してしまうという傾向があります。ですので最適な型にはめることでより話し癖も整理されますし、相手に伝わりやすくなりますので、結果端的に話せるようになるのではないでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。型ね、大事ですね。これ一番よくある型はね、あれですね、結論、詳細、まとめみたいな、こういう型ですよね。はい、そうです。なるほど。じゃああれですね、自己 PR お願いしますって言われたら、まず結論、私はこうです、なぜならばこういうところがあるからです、だから私はこういうところが強みなんですって、こういう型ですね。はい、その型になります。なるほど。やっぱ型があるとこうパターン決まってると言いやすいですよね。そうですね、うん、だいたい話し下手な方ってこうその型なしでいろんな情報を得てしまうので、結果としてあれもこれも話さなきゃということで長くなってしまうという傾向があるので、なるほど、やってはめて話せばかえってシンプルにまとまるという、ね、あれですね、こう昨日何してたのみたいなこと言われたら、ね、朝起きて、何してあれして、昼してこうしてこうしてこうしてみたいなことずーっと時系列で喋られる方とかいらっしゃいますもんね。これ型があれば、ね、昨日どんな日だったのって言われたら、もう寝てました、ね、なんでかというとみたいな疲れてたからみたいな、まあ、友達同士でこんな会話したら嫌がられるでしょうけど、ビジネスの場だったらもうね、ポーンといきなり結論からなる。これがやっぱりそのさっき言った型を身につけるところですね。はい、ありがとうございます。はい、では最後の質問いってみますよ。はい、はい、私ね、いきますね、いきます。はい、3つ目の質問が、言いたいことを用意してるんですが、話すことが飛んでしまう時があります。話すこと飛んでしまった時どうしたらいいでしょうか。さあ行きましょう、どうぞ。はい、話すことが思わず飛んでしまった時には、まずもう一回前提に立ち返るということが重要だと思います。自分が今何を話すべきなのかということに戻りまして、はい、大変失礼しました、もう一回これについて話をさせていただきますと伝えた、断った上で端的に話をしていくということをお勧めいたします。はい、ありがとうございます。はい、この音、あ、いいね、この気、ね、はい、なるほどですね、ありがとうございます。まあ、そうですよね、飛んでしまうのもしょうがないですもんね。はい、なので、申し訳ございませんっていうことでガンガンなってますね、金婚がそこはもう勇気を持って申し訳ございませんって、もう一度よろしいですかって落ち着いて確認をしてあげると、はい、いうことですかね。やっぱりこう面接の場って、そこでどういう情報を話すかだけではなく、実際に業務で仲間としてこう会社に入っていただいた際にどういうコミュニケーションが取れるかということも見られている場ですので、やっぱり人が飛んでしまったりあるかと思います。その時には冷静に落ち着いてきちんと確認をできて、でもう一回仕切り直しができるというところをアピールすることができればよろしいのではないでしょうか。なるほど、ですよね、これね、飛んでしまって、あーうーってなんか無理にごまかそうとするよりは、すいません、はい、今飛んでしまったんですと、もう一度どうしようかっていう潔い方が、やっぱその後一緒に仕事をする時もなんかいいやつだなっていうなりますよね。はい、そこを正直に伝えていくということがポイントでございました。はい、世界ありがとうございます。今日も急遽質問させていただきましたけど、30で答えていただきました。ぜひ、面接これからあるよという方とか、あとこれから転職しようかななんて考えていらっしゃる方は、まあ、いい問いですよね。どんな会社に就くかとか、どんな人生にするかっていうのを見つめ直す時間をぜひ作ってみていただきたいと思いますので、ヒロスコーズも今オンラインでね、セミナーやってますもんね、面接セミナー。はい、あとまさにこの30秒で伝えるっていうセミナーをですね、やっておりますので、ぜひこのコメント欄のセミナー、広瀬浩二のセミナーもチェックいただきたいと思います。じゃあ今日は広瀬浩二さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。